フィリピン移住でですね、総合ホテルですね、SOGO って書いてあって、総合ホテルってよく見かけると思うんですね、あの真っ赤な、看板と建物ですね、まあ、あの日本を意識してるんですけども、日本になりきれてないっていうですね、あの残念な、デザインの建物が、まあ、特にマニラ、ルソン島に多いですね、もうチェーン展開としてもものすごく展開してるんですけども、まあ、ああいうクオリティの高くないものを見ると日本のですねラブホテルみたいな感じのものをですね、誰か日本人が展開すればあのいいビジネスになるんじゃないかなってずっと思ってて、まあ、コンサル生さんにも言ってるんですけども、とにかくですね料金体系とかその辺聞かれてます。値段いくらですかとかですね、あと清潔感どうなんですかと、まあお部屋の値段の高いところは清潔感はそれなりにあるっていう感じですね。まあ、特別感もなくですね、まあ、普通に女性と使うにはいいかなっていう感じです。